一角一角、一角、モノドンマナサースは、玉、ヒズメメ、クジラタ玉、ヒズメメとする説もあり、一角か一角族に分類されるクジラ類。本種のみで、一角族を構成する。体長は、オスで約4.7メートル、メスで約4.2メートルに達する。オスの体重は1.5トンに達することがあるが、メスは1トンに満たない。胸びれは短く、 生体では先端が髪型に反る。また背びれは持たない。尾びれは線形で中央に顕著な切れ込みがある。体の大部分は青白い地に茶色の反転模様であるが首、頭部、胸びれや尾びれの縁などは黒い。年長の個体の模様は若い個体よりも明るい。老齢の個体はほぼ真っ白になるため角が確認できなかった場合などに白いるかと。 誤認されることもある。一角のオスの特徴は一本の非常に長い牙である。この牙は歯が変形したものである。一角の歯は上あごに二本の摂取があるのみであるが、オスでは左側の摂取が長く伸びて牙となる。牙には左ネジ方向の螺旋状の溝がある。その大半が中空で脆い。先端は艶のある白。 体長が最大で4.7メートル程度であるのに、大使牙の長さは3メートル、重さは最大10キログラムに達することもある。通常牙は1本であるが、500頭に1頭程度の割合でに本有する個体も存在する。この場合、もう1本の角は左側より短いが、同様に左ネジ方向の螺旋状である。またメスは通常、牙を持たないが、 約15%程度の確率で1.2メートルほどの華奢な牙が生える。また、野生においては一例、2本の牙を持つメスが確認されている。牙の役割については多くの議論が交わされてきた。は、生息地である北極海を覆う氷に穴を開けるために発達しているという説や、反響定位、エコーロケーションのための器官であるという説。 この牙で獲物を気絶させ捕食する説などがあった。では、牙の電子顕微鏡検査によって内側から外へ向かう神経系の集合体と判明し、高度な感覚器として知られるようになった。この牙を高く空中に掲げることにより、気圧や温度の変化を敏感に知ることが、一角の生存環境を保つ手段となっている。また、大きな牙を持つオスはメスを魅了することができるようで、 ある。象の牙と同様に、一角の牙は、一旦折れてしまったら再び伸びることはない。一角は俊敏で、活動的な哺乳類であり、主な食料は、タラの類の魚である。しかしながら、ある海域では、餌として、イカを食べることに適応している。一角は五頭から十頭程度の群を作る。夏の間、いくつかの群が一緒に行動し、同じ海岸へ集まる、ことがある。 繁殖期には、誘導士が牙を使って争う。ただし、この争いは角を使って、傷つけ合う戦いではなく互いの角の長さや持ち上げた、角度で優劣を決める戦いであるということが近年、分かってきた。この争いにより勝ったオスはメスを、多数従いたハーレムと呼ばれる、繁殖集団を形成する。一角は、潜水が得意である。 典型的な潜水は秒速2メートル程度の速度で8分から10分間、下降して1000メートル程度の深海に達し、数分間過ごした後、海面に戻る。1164メートルまで潜水した記録がある。通常の潜水時間は20分間程度であるが、25分間潜水したという記録も例外的にある。一角が見られる海域は、 北極海の北緯70度以北、大西洋側と、ロシア側である。多くは、ハドソン湾北部、ハドソン海峡、バフィン湾、グリーンランド東沖、グリーンランド北端から統計170度あたりの、東、ロシアにかけての帯状の海域、スバルバル諸島、ゼムリャフランツァヨシハ、セベルナやゼムリャ諸島などなどで見られる。 目撃例の最北端は、ゼムリャ・フランツヨシファの北、北緯85度で、北緯70度以南で観察されることは稀である。大多数の個体が生息している海域は、カナダの北やグリーンランドの西のフィヨルドや入り江であると、推測されている。航空機を用いた上空からの調査により、生息数は約4万頭程度であるという結果が報告されている。 上空からは視認できない深度の海中にいたであろう。個体数を加算すると、全生息数は5万頭を超えると推測される。一角は海遊する。夏の間は海岸近くの海域に移動する。冬が近づき海の凍結が始まると、海岸から離れて不氷に覆われた海域に移動する。春になり、不氷の裂け目が広がる季節になると、再び海岸に近くに戻ってくる。 一角の主な捕食者は、北極熊シャチである。1979年に、クジラメ、現在のスティシャ下目単位で、ワシントン条約付属書 E に掲載されている。イヌイットによる一角の捕獲は、法律で認められている。グリーンランドでは、森などを用いた伝統的な捕鯨が行われているが、カナダ北部では高速船と捕鯨用ライフルを用いた捕鯨もよく行われている。 出た動物の倫理的扱いを求める人々の会などの動物保護団体は一角の捕鯨に対し長い間反対し続けている。一角の住む海域はヨーロッパの人々にとってはあまりにも北であったため19世紀までは伝説の動物だった。イヌイットとの交易を通してのみ一角の存在が伝わっていた。イヌイットの間ではある女性が森にしがみついたまま海に引きずり込まれ その後、女性は白イルカにくるまれ、森は牙となって、それが一角となったという伝説が伝わっている。ユニコーン、額に一本の角の生えた馬の姿を持つ、伝説上の生物の角は下毒作用があると考えられたため、中世ヨーロッパではユニコーンの角と偽って、一角の角が多数売買された。江戸時代の日本にもオランダ商人を通じて、 一角の角はもたらされた。当時の百科事典である和漢三歳、図絵、1712年にて一角が紹介されている。他、木村光康氏の表した一角参考という書物には、鎖国の中で木村自身が調べ上げた一角の生態やユニコーンなどの西洋の伝説とともに、実際の詳細な骨格や珍しい二本の牙を持つ一角のことも紹介されている。 漢方薬の材料としても一角の角は使われ、研究者が標本として漢方薬店で見つけた一角の角を購入したこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。